一体私は何周するのでしょうか。3周目終了でも信じられないもん。信じられるか。不気味すぎる。お前は結局何者なんだ。お前はこいつ最初にした記憶はなかったよな。てなんか定番になってきたな。最初の話をしましょう。ああ自爆霊って知ってますか。自爆霊か。懐かしい響きだな。呪われた家とかあるでしょ。それに住んでる人は何も心当たりがないのに霊に悩まされてしまう。夜中にうめき声が聞こえたり、誰もいないはずの部屋で足音や物音が聞こえてくる。死んでしまうってさ、むしろお前が自爆霊なんじゃないかも。知らねえけど。引っ越しをすると今までの出来事がまるで嘘のようになくなってしまう。その家についている自爆霊の仕業ってことが結構あるんですよ。てか、やればやるほどあれだよな。やればやるほどなんか謎が増えてくんだけど、このゲームは。なんだな、マジで。また次にやってくる人を直ちに止まっている。生前深い恨みを持ったまま死んだ人が自爆霊になる場合が多いと言われています。人ばかりでなく、動物や自然的な力が作用するものもある。自爆霊を消すにはお祓いをするのが一番なんですけど、お祓いではどうすることもできない強力なものもあるんです。お祓いも怖いよな、ちょっとな。それでなんか悪化しそうなイメージもあるっていうか、放っておくしかありません。誰も手を出すことができないわけですからね。今の日本にも結構多いんですよ、そういう場所。僕たちの学校にもそういう場所があるの知ってます。知らんな。なぜかよく転んでしまうんですよ。骨折したらひどく腫れ上がったり、恐ろしいな。転ぶだけなのに手や足に大怪我するんですよ。ねじったわけでもなく、そこにくぼみや出っ張りがあるわけでもない。そういう事故は絶えない。自爆霊がいるんじゃないかと、そう思うんですよ。20年以上前の、なるほど。そういうことは起きません。起きないからといって自爆霊がいなくなったわけじゃないんです。ちゃんとそこにいるんですよ。事故は起きなくなった。なぜだと思います？なんか作ったか？いい感じしてますね。そうなの？本当に？人が入るのにしたんです。これ結構なんか話変わるからな。何を作ったと思います？体感消去ビル。あ、花壇怪しくない？花壇なんかあったような、そういえばな。花壇あったべ。よし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 。花壇があるでしょ。その場所だった。なんか花壇にだってさ、なんか置いてあったじゃん。なんか人形みたいなのが。事故が起きるので花壇にしたんです。誰も人が入れなくなったわけではありません。世話する園芸部の人たちは始終出入りしてましたからね。どういうわけかそれっきり事故が起きなくなった。めっきり人の出入りは減ったわけですからね。何も起きなくなったのは事実です。花壇を作った頃はみんな気をつけていたんですよ。あの事故のことを誰もが知ってましたからね。そろそろ花壇の世話していたらしい。1年たち、2年たち、5年たち、10年をすると誰もそんなこと気にしなくなった。忘れてしまった。大きな花壇があるわけですから、滅多なことでもない限り、誰も花壇に入ろうとしていません。不届き者。事故が起きたとしても、昔からいる先生以外は誰もあの呪われた場所のせいだと思わない。自爆霊が潜んでいるのと信じています。誰かの足を救われて転ぶようなことがなくなったにしても、あんなことは起きるくらいですから。なるほど。どうして今となって誰も知らない花壇の話を知っているのか不思議に思ってますか。今でさえ知っている人は本当に、あとお前はあれだろ。僕は体験したわけではないんですが、嘘を言ってるわけではありません。実はなんですよ。後で花壇に行ってみるといいでしょう。僕は責任を負いかねますけど。誰からこの話を聞いたか。校長でもないか。あのわけながね、校長から聞いたのか、それとも6年前のことでした。曲いいな、なんか。桃香さんというとても花の好きな女性がいた。物静かな方で、どちらかというとあまり明るい方ではありませんでした。笑うと笑顔がとても可愛らしく、素直で心優しい人たち。6年前。放課後になると彼女は肩の世話をしていた。自分の血を分けた姉妹でもあるかのように、親身になっていたわるように世話をした。園芸部の誰よりも花も愛情に応えて見事な花を探しました。
花に興味のない一般生徒たちも皆花壇の真似を通ろうと、通ると足を止め、その美しさに見入った。へえ。早坂さんが手入れをするんだった花壇を見に、事実だと、見事だと簡単な声を漏らすことでした。6月。ここやっぱあれだよな。あ、ここでじゃあ謎が解明されるのか。あの殺人クラブだっけ、あの時の花壇の謎が。毎日のように雨が降り、みんなの気持ちまで滅入るような日が続きました。結構6月好きなんだけどな。夏の前っていう感じで、なんかなんていうの、ワクワクする前っていうか。日の光が当たらず雨続けると、育つのものも育たなくなっちまいます。雨の日も毎日花の世話に追われました。辛いことなどありません、それはたたった体の丈夫な方ではありませんでしたから、そういうことか。梅雨も終わるだろうというある日、肺炎で寝込んでしまった。肺炎か、やばいな。彼女の心配は花壇のことばかりでした。自分が学校に行けないのが辛く苦しく、花が無事に育っているか、肺炎の友達なんかさ、昔電話したことあるけどさ、マジで死にかけたもん、死にかけた、声がやばかったもん、なんか、これやばいだろと思って、大丈夫かよ、みたいな。まあ、結局良くなったけど、そいつは。彼女のかかった肺炎は大変に重いものだった。容体は悪くなる一方でした。花はどうなってんの、花はどうなったんすか。枯れ始めた。お、どっちだろう。育っていたにするか、じゃあ。彼女の思いが通じたんでしょうか。花は枯れることなく元気に育っていた。面倒を見てた時に比べたら多少劣るけれども、まあそうじゃなく困るよな。まだ梅雨だというのに色とりどりの花を咲かしていました。雨が降ると花はあまり開かず、開いたといっても鮮やかな色にならないはずなんですが、塞ぎがちになるこの季節にみんなの気持ちが和んでいるのが見ていてわかります。彼女の余談を待ちかねません。まるで吸い取ってるかのような。仲の良かった園芸部員たちがお見舞いに来ると、しおれていない。彼女は尋ねました。花のことか。話題といっても学校の肩のことになってしまう。可愛がったアジサイが咲くのがいいよ。早坂さんが植えたひまわりが咲く頃には退院できるというね。花壇の番人がいいな、寂しいですね。自分のことは自分でよくわかる。お医者様にもよくわかる。もう長くないってことは、もう花壇の花たちのことを考えてしまいます。もうここから出れないなら最後に花たちの世話をしたい、お別れを言いたいと学校に向かいました。起きるの際やとの体だった。よく言ったな。梅雨独特の音も立てないような雨が降っている。肌寒く梅雨によくある冷え込みとは違う底前する日です。花たちは待っていた。さよならを言いに来た。自分が育った一本一本に最後の世話とお別れを言って回りました。当番の園芸部員がいつものように花の世話するために花壇に来てみると、病院のスリッパが落ちている。彼女はいない。どういった、今の根元が少し変です。ぎょっとしました。根元から指が一本見えていた。おお。夢中で振り返すと、満足そうな笑みを浮かべた冷たくなっている彼女が横たわっていた。彼女から生えているかのように、花壇中の植物のモサイコンが毛穴についていた。兄さん、お前兄さんでいいのか。兄さんから聞いた話なんです。本当か。彼女とよく一緒に花の世話してたそうです。彼女が入院した後に代わりに一生懸命世話していた。むしろお前なんじゃない、それは。彼女を引きずり込んだのだと兄さんは言っていた。違うかもしれないと今では思う。彼女はそれを望んだんじゃないかって。自分の寿命を自分で分かっていた。このまま死んでしまうなら、その花、その養分になりたい。本当にそう思ったんじゃないでしょうか。
強い思いと霊的な何かが作用してあんな形になってしまった。あの花壇には悪いことはない、うん、いつか誰かがいたずらに入ってしまうんじゃないかと、早坂さんが大事に育った花を踏みにじってしまうんじゃないかと。あれはこけしだっけ、こけしかなんかなんかあったような、あれは何だったんじゃ。自業自得ですから。不思議なことがもう一つ、なんだ、何それ知らん。その年に枯れても根が残っており、また翌年同じ場所にその植物が育つ。枯れてしまったらまた種を植えて育てなければいけない。なるほど。不思議なことに毎年種を植えなくても同じ花がそこに咲く。窓から見えるでしょう。いや終わりなの、終わりなんだ。へえ、なんか不思議な話だったな。めっちゃ怖いってわけじゃなくて、なんか不思議な感じだったね。もうちょいやるか。じゃあ風間望む、もう誰もお前のこと信用してないぞ。3年だ。とっときの怖い話をしてあげよう。もっとも怖い話する。もうええわ。急に始まったな。銅像があるのは知ってるだろ。銅像の話さっきも出たもんね。夜中になると一人で動き出すんだ。終わり。え？マジで？本当に？黙って様子を見る。もうちょっと様子見るか。じゃあどうしたんだお前が。どうしたんだ。終わったんだぜ。次の人話せば。適当すぎたろ。どういうことだ一体。話が映るの、映ることできんだ。本当に終わりなのか。立つね、うん、重い沈黙に包まれた。本当にこれで終わりになるんだろうか。これで終わってしまったんでしょうか。ああそうだよ。なんだかあまりにあっけない気がするんですけど。もう一つ、とっときの、お、なんだ、腰を抜かさないでくれよ。睨むような目つきでみんなを見回すと、杉原一つでゆっくり話を続けた。下駄箱。下駄箱さ、なんだよ。人が待ってると話を知ってるか。やる気ねえな。お前今日やる気なすぎたら、ちょっと。いくらなんでも。本当にこれなんだろうか。なんかこういうのが続きそうな感じがするな。文句でもあるのかい。あっけない気がするんですけど。もう一つ話すと、話したくなかった話なんだから。思い詰めたのも知らまった。話を始めた。テロ？テロでいいのかあれ。知らん。タヌキに取り憑かれているんだ。もうどうにかしてくれ。どうにかしてくれ。頼む。三つも話してしまった。一人一つじゃなかったのかい。もう満足だろう。四つも話すつもりじゃなかったけど。もう何も期待するな。おもむろに話し始めた。頭のいい女なんだかな。可愛くないんだ。真面目なんだが付き合いが悪いんださ。誰とも付き合うとしない。男でも女でもな。終わり。違うか。さっさと帰ってしまう。クラブにも入っていない。彼女の秘密を偶然にしてしまったんだよ。誰とも付き合えない秘密があったのさ。八つも進学時に通っていたんだからな。八つって。続くね。続きますね。もうこいつ一人でもう全部あるじゃないかも。今のは何なんだ。現実的に怖いかどうかいいんです。想像をかきたてられるの怖い話してもらえませんか。どうなっても知らないよ。青ざめているように思えた。心なしか震えているように見えた。
躊躇しながら話し始めた。やっぱりやめた方がいいと思う。まずい話なんだ。聞くと気分が悪くなるかもしれない。学校の食堂を利用したことがあるだろう。学食はとてもまずい。気分が悪い味ということか。ふぅ、どうしよう。どうしましょうか。諦めて次の人にバトンタッチした方がいいんだろうか。もう一度我慢してみよう。僕を助けると思って真面目に話してもらえませんか。不満顔だ。粘った。話す気になってくれたみたいだ。しょうがないな。ゴア。七島は風島じゃないか。失敗だよ。これ、本当にエンドにならないだろうな。5年前に自殺したやつがいる。終わり。これでいい。完成した。一人いなくなるんだよ。急にいなくなってしまうさ。数えてごらん。6人しかいない。僕は盛り上げてるのに、どうしてさっきから水を差すんだ。まったくもう。この企画を失敗させるつもりじゃないのか。3人目の話を聞きました。終わりか、終わりか。なんといいやつだこいつは。さようなら。